吉田さん、審判会社は信用してくれましたか？700万。でも億万長者合宿は信用されませんでしたね。何なんでしょうね。今回ね、さっきまでズームで塾生さんと対談していたんですけども、今回はすごいですよ。話を聞くだけで毎月15万ね。先日までパソコンをやったことがなくって、これから始めるんですっていうね、女性で53歳の方で、速稼塾に入門してずっと情報を受け取るだけだったんだけども、ちょっと何かやらないとさすがにダメだろうってことでね、いろいろと話していく中で、人の話を聞く、人の悩み事をただ聞くっていう仕事はどうかってことでね、やってくださったんですけども、それをね、有料でやってくれたんですよ。ここならっていうところでね、そのプラットフォームで岡えり子さんっていう名前で、もちろん顔出しせずで、ちょっとね、ご病気があるんで、重度の疾患が、ベッドの上から話を聞くだけなんですよ。こうやって寝ながら。そうすると、まあ、依頼がたくさんあって、リピートもあって、15万、毎月、どうでしょうか。で、人の話を聞くっていう需要はあるよっていうのはね、多くの方知ってると思うんですよ。話し相手っていう仕事ね。で、そこで肝心なのが、相手にアドバイスをするかしないか。なんですけども、大抵の方はね、アドバイスをして解決方法を言っちゃうんですよ。でも今回は聞くだけで何もしなかったというね。そうすると自分で納得して、自分で解決して、自分で次の一歩踏み出すみたいな相談者さんがずっと来てくださるそうなんですよ。で、このえり子さんが言われるにはね、人は相談をした時にすでに自分では結論が出てると。だからその相談ごとをちょっとね、応援してあげるだけでいいんじゃないかっていうふうに言われてましたね。それは違うよ、こうやったらもっと良くなるよ、じゃなくって、すごいじゃない、頑張ってみてよ、また結果出たら教えてぐらいのことでね、やってくるとなんか勇気出ました、やってみますみたいな感じで15万毎月、いかがでしょうか。でもこの話しても信用しないんですよ、信じてもらえないんですよ。さっき多くの方がね、えり子さんのさすがファンになりました。早速なんか LINE グループまでできちゃいました、急に。でも人の話を聞くっていう仕事があるよっても多くの方は信用しません。そんなんどこでできるんだよ、ここならですと。自分に話したい人なんているかよって、いるんですよ。だってついさっきまで無名だった人が今は相談相手の先生でね、週5週6勤務でやっと手にできるようなね、パートの月収とかを上回る金額もらってるんですよ。どうでしょうかね、まあ誰が信用するか、これはね、目の前の人が信用しなくても横の人が信用したりするんでね、不思議ですよね。岡えり子さん、頑張ってほしいと思います。いってらっしゃい。